ウィリアム・ヘンリー・ピッカリングはアメリカの天文学者。同じく天文学者のエドワード・チャールズ・ピッカリングの弟である土星の逆光衛星フェーベを発見したことで知られる。ピッカリングは1899年前年に撮影した写真看板から土星の9番目の衛星フェーベを発見した。彼はまた1905年にもその前年に撮影した看板から 土星の10番目の衛星を発見したとしてこの天体をテミスと呼んだが実際にはテミスは存在しないことが1960年代になって確認されている。彼は数回にわたって日食観測の遠征体を指揮したり月のクレーターの研究にも取り組んだ。またいくつかの天文台や観測所の建設にも関わっている。代表的なものに パーシバル・ローウェルのローウェル天文台がある。1919年、彼は天皇星と海王星の位置のズレに基づいて未知の惑星 X の存在を予言し、位置を予報した。彼はウィルソン山天文台で撮影された写真を調査したが、予言された惑星を見つけることはできなかった。後に1930年になって、ローウェル天文台のクライド・トンボーによって、 冥王星が発見されたが、冥王星の質量はかつて想定されていた程度の重力的影響を天皇星や海王星に与えるには小さすぎることが分かっている。現在ではより正確な惑星の質量の値を用いた軌道計算が行われ、天皇星と海王星の運動のズレは解消されている。ピッカリングは後半生の多くをジャマイカにある自分の天文台で過ごした。 彼は、月面の写真地図ザムーン、A 様リーオブザイグジスティングナレジオブアワー、サテライトを出版している。彼と兄のエドワード・チャールズ・ピッカリングにちなみ、月面に、ピッカリングの名を冠したクレーターがある。ありがとうございます。